ジョークボックスピースハニー。ある次元爆弾の製造工場が大爆発をした。工場にあった次元爆弾のスイッチを誰かが押したらしい。スパイが潜り込む余地はない。その時工場にいたものは全員逃げたが、何も見なかったとの目撃証言しか得られていない。一体誰が押したのか。監視カメラも吹き飛んで、様子がわからない。何、監視カメラの映像が、転送されて残っていると。これです。 な、なんと。次元爆弾のスイッチを押しているのは、一匹のミツバチではないか。あのミツバチは、精巧なスパイロボットじゃないでしょうか。いや違う。本物のミツバチだ。その時反抗声明が流れた。我々は、世界中にある爆弾のスイッチを押して、この世から爆弾をなくそうとしている。手始めに訓練したミツバチを次元爆弾工場に送り込んだ。ミツバチに爆弾の匂いを嗅がせ、 その後に美味しい蜂蜜を与えたのだ。パブロフの犬のように、蜜蜂と蜂蜜を条件付けたのだ。我々は、蜜蜂の学習能力と嗅覚に注目した。蜜蜂は爆弾を見つけると、管状の口を伸ばすようになった。その口でスイッチを押させたのだ。地雷も試したが、蜜蜂では押す力が足りなかった。今、クマンバチを訓練しているところだ。次は地雷製造工場を爆破する。 次元爆弾のように逃げる時間はないから、地雷製造工場にいる者は、今すぐ製造をやめて工場から立ち去ることだ。クマンバチの集団を見かけたときは、もう手遅れだ。手遅れにならないうちに、今すぐ地雷の製造から手を引け。ピースハニーより。